海上自衛隊は、今年1月、山口県沖で護衛艦が座礁したのは、乗組員が海図を十分に確認しないなど、複数の人的要因によるものとしました。事故が起きたのは1月10日でした。海上自衛隊の護衛艦で呉を母校とする稲妻が、試験運航中に諏訪大島沖で座礁し、スクリューなどを損傷、自力航行できなくなりました。 海上自衛隊の事故調査委員会はきょう調査結果を公表しました乗組員が海図を十分に確認しておらず艦長がその状況を見過ごしていたことなどが要因としました稲妻の試験運行が予定よりも早く進んだため艦長が航路の変更を指示していましたが安全確認が不十分なままだったとしています海上自衛隊は艦長育成のための訓練方法を見直すなど 再発防止に努めるとしています。